こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、世界遺産の紹介のコーナーです。現在はアルメニアの文化遺産を紹介しております。今回は、エチミア人の大聖堂と教会群、並びにズバルトーノツの高校遺跡。 という世界遺産になります。はい。えー、エチミア人というところにですね、スルプアスツアーツアーティン大聖堂とスルブガヤネ協会というものがありまして、あとはスルブフリップシメ協会というものがあって、あとはですね、 王宮跡を含むスバルトの都の考古遺跡があるということなんですね。はいはい。えー、アルメニアはですね、えー、301年というかなり古い時代に、えー、キリスト教を国の宗教、国教と定めた、世界最古の、えー、国教とキリスト教に定めた、えー、国となっております。はい。 そのため、えー、古い教会がたくさん残っておりまして、これもそれらの一つということになります。はい早速、写真で見てみましょう。はい、立派ですね。立派、デザインが素晴らしいですね。はい。 はい。もう、もう、同じ建物が、同じ写真がたくさん出てきますね。はい。あ、これ、裏側から見た感じですね。あ、壁画、壁画じゃないのか。ああ。いや、同じ写真。あこれ違う写真ですね。はい。あ、こんなものも。これは応急跡ですか何ですかこれね。はい。いろいろ出てきますね。あ、こう、こういうものも、跡地みたいな感じですね。遺跡みたいな感じになってますね。こちらは。 こちらは大聖堂だそうですね。はい、ああ教会、はい、これも面白いですね、はい。王宮があったということは首都だったんでしょうかね。この辺りがね。はい、へこんなデザインもまあいろいろあるんですね。はい 大修理してますね。はい、いやあ。これかっこいいですね。本当に行ってみたくなっちゃいますね。はい。ああ、こんなところですか。いいですね。いや、私はまあ宗教は特に入っていないし、お金も払いたくない方なんですが、宗教美術とか宗教に書いてある教えはですね。非常にあの気に入っております。 はい、なので宗教美術みたいですねやっぱりこの目で見たいその地に行きたいというぐらいの気持ちがやっぱりありますねはいあ地図が出てきましたはいエチミア人の大聖堂と教会群並びにズバルトのノツの高校遺跡は首都エレバンからちょっと西に行ったところにあります もうエレバンから結構近そうに見えますね。はい。見えます。はい。もしかしたら日帰りで行けるかもしれません。はい。だとしたらエレバンの観光をして、まあちょっとこう見に行くみたいな感じのことができそうですね。はい。こんなところにありました。はい。では画面戻ります。はい。いかがでしたでしょうかいやー、綺麗な。 古いながらもね、あえてちゃんと修復もしてね、ちゃんとお金をかけて世界遺産たる価値を守っているというところが素晴らしいですね、やっぱりね。はい、国の威信をかけて、やっぱり初めてキリスト教を国教と定めた国として、やはりあのここはあの、まあ、見逃せないというかあの、ちゃんと力を入れなければと国も思っているんでしょう。はいということで。 えー、今回ご覧いただきました文化遺産3つ、えー、3回に分けて、えー、世界遺産見ていただきましたがアルメニアの世界遺産これで以上となります自然遺産や複合遺産はございませんですので次回は別の国へと旅立ちますお楽しみにはいそれでは今回の配信は以上となりますまた次の配信 または別の配信でお会いしましょう。さようなら。